月5日に始まり、アメリカやドイツ、トルコなど NATO の14の加盟国に加えて、先月加盟を申請したスウェーデンとフィンランドの海軍も参加して、およそ2週間にわたって行われます。NATO によりますと、演習はバルト海一帯での航行の自由や安全を守るために必要な対応力の強化を目的としたもので、7日にはスウェーデンのゴットランド島でアメリカ軍の上陸訓練などが行われました。演習ではこのほか、敵の潜水艦との戦闘を想定した訓練や、機雷の除去の訓練なども行われる予定です。NATO はこの演習について、50年前から毎年行われており、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻と直接の関わりはないとしていますが、演習開始前の4日にスウェーデンの首都ストックホルムで記者会見したアメリカ軍の制服組トップのミリー統合参謀本部議長は、大国が小規模な国々を侵略すれば代償を支払うことになると示すものだと強調しました。